デモ研から直々ライテク講義を受けてメキメキ上達しているバイク人編集部茂田。最初と比べれば見違えるほど上手くなったものの、茂田本人はまだまだ自分のライディングに不満があるよう。もっと上手くなりたい、でもどうしていいかわからない。今週からそんな茂田にネモ研がみっちりライテク講義を施します。はい、なんか曲がらない曲がらないって口癖のように言ってるじゃんそうなんです。交差点とかでも上手に曲がれない、ふらついちゃうんです。でしょ。いやだけどこの前ね、いろいろ練習した時とかって僕ら見てるとできてるんだよね。でそれがだんだんキャリアって言ってこの前の話じゃないけど、はい、だんだん できないと思い始めた。だからなんか違うと思い始めた。でしょ。乗り始めだった頃はただ転ばずに走れればそれでよかったのに、バイクに慣れてくると徐々にちゃんと乗れてないのではと思い始めてしまうもの。しかしそう思うことこそが上達へのチャンス、今の自分のライディングを見直すきっかけになるのです。だからこっからは基本的にどうしたらいいんだっていうことにまた戻んないといけないんだね、はい、ね、とりあえず乗れるようになっちゃったから、で普通に、ね、これだけ走ってるんだからさ、別に普通にできてんじゃん。なんだけど本人的にはいやなんか違うんですよって、なんかその時々で違うしうまくやれてないんですよっていうね、はいはい、だからその辺を、これから、まあ、基本の木の字からちょっとやってみようということですね、はいはい、というわけで来週のライナビはバイクの基本動作であるターンがテーマ。曲がるという基本動作は突き詰めれば実は奥が深い。教習所では絶対に教えてくれないターンのテクニックをネモ研が茂田に伝授。お見逃しなく。